野望の系列はアレンドルーリーの政治小説。1960年にピューリッツァーショーフィクション部門を受賞。1962年にオットー・プレミンジャー監督によりハリウッドで映画化され、第15回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品された。大統領が新しい国務長官としてレフィング・ルエルを候補に指名する。しかし、 元学者のレフィングウェルは与党内でも敵が多く、特にかつてレフィングウェルに恥をかかされたことを根に持ち、憎しみを抱いているベテラン議員クーリーは猛反対する。大統領からの依頼に基づき、党内外の票をまとめるため、院内総務のマンソンは精力的に動く。レフィングウェルの国務長官としての適性を審査するための省委員会が編成されることになり、 マンソンはその委員長に若手の実力派アンダーソンを据える。省委員会による聴問会の場で、デフィング・ユエルがかつて共産主義に傾倒していたとの疑いがかけられるが、証人であるゲルマンが精神を病んでいた過去が明かされたことで、証言自体の信憑性が疑われ、ゲルマン本人も自らの病と記憶の曖昧さを認めたことから、デフィング・ユエルに対する権利は晴れる。 しかし、そこには、嘘があった。共産主義に一時的とはいえ、傾倒していたことは事実であり、ゲルマンの精神疾患を利用して、事実を隠蔽したことを、レフィングウェルは正直に大統領に告白し、候補から外すように言うが、大統領の意思は変わらない。レフィングウェルの権威が晴らされたことに納得がいかない。クーリーは、かつて、レフィングウェルと共に、共産主義者と関わっていた。 モートンという人物が財務省のフレッチャーであることを突き止める。クーリーに追求されたフレッチャーは委員長であるアンダーソンに事実を告白する電話を入れる。アンダーソンはその事実をマンソンに伝え、小委員会による評決を延期することにする。一方、小委員会の存在自体に反対の意思を示している親レフィングウェル派の若手議員アッカーマンは、アンダーソンが軍隊時代に 同僚の兵士と同性愛関係にあった事実をネタに必要な脅迫を始める。レフィングウェルの偽証を政治家としての心情からどうしても黙認することができないアンダーソンは追い詰められた末に自殺する。小委員会はレフィングウェルの国務長官就任に賛成する、評決を下す。その結果を踏まえ、上院では改めて国務長官就任の是非を問う、議論が始まる。 クーリーは再度反対の意思を強く表明する。それに対し、マンソンは党に縛られない、議員個人の意見を尊重した自由投票を提案する。マンソンの提案が受け入れられ、出席議員らによる投票が行われる。結果は完全な同数で2分され、議長であるハドソン副大統領の1票で可否が決まることになる。ところが、賛成票を投じるはずだったハドソンが危険の意思を、 示したため、レフィングルエルの国務長官就任は否決される。実は、投票が行われている最中に大統領が休止していたのだ。大統領に就任することになったハドソンは、マンソンに対して、国務長官には新しい候補を指名すると告げ、議場を後にする。ハドソンに代わって臨時に議長を務めることになったクーリーに対し、マンソンは議会の休会を提案し、クーリーは、 9回を宣言する。キャストは映画版のもの。ロッテントマトズによれば、12件の評論の内高評価は75%に当たる9件で、平均点は10点満点中7.8点となっている。ありがとうございます。